ボシャボシャ。うっす。今日はですね、トレイごと持ってきました。こいつ。じゃじゃん。はい。すごい中途半端な状態で申し訳ないんですけど、昨日、これ、トレイね、動画外で、鉢上げしてたんですね。こんな感じで。すでに一部鉢上げしてます。で、鉢上げしてるこいつはね、織姫もみじですね。織姫もみじの挿し木素材を鉢上げして、このトレイを開けよう。開けて、まっさらな状態を作って、そこにまた織姫もみじ挿し木したいなと思って、今このトレイを開けているところです。はい。こんな感じでね、もう挿し木素材が鉢上げ、どんどん進んでいるっていう状態ですね。ただ昨日作業中にね、ちょっと別の用事が入って、途中でね、作業止まっちゃって、その続きを今日やりたいなと思って持ってきました。すでに5鉢かな。5鉢は、鉢上げ済みです。はい。で、この辺とかね、もう一回引っこ抜いてるんですよ。引っこ抜いた状態で、急遽、別作業が入ったんで、このまま砂に埋めてね、昨日こうこんな感じで砂に埋めて、昨日はね、このトレイをそのまま放置して作業終了だったんですけど、こんな感じで一部引っこ抜かれてるやつもあると。はい。でこれが去年じゃなくて一昨年ですね。一昨年挿し木した織姫もみじのトレイです。で去年1年ずっと放置してて、で根っこもねガンガン走ってるし、上は上でこんな感じでビュンビュン伸びてるし、これもまた挿し穂取れそうですね。うん、こんな感じでしっかりと成長してるやつ、ここはまだ手つかず一切触ってない状態なんで、一回こいつら引っこ抜いて、でこっち束ねて、で鉢上げしてこの形まで持っていこうかなと思っております。はい。ちょっと織姫もみじの挿し木がしたいがためにこれを開けたくって、今入っているものを鉢上げするっていう回です。はい。じゃあ早速いきましょうか。根っこがね結構ガンガン張ってるんで、水使ってね砂を落としながらじゃないと取れないんですよね。もうしっかりと根っこが張られてて、わかります？下が持ち上がっちゃうの。これを落とさないと取れない。広範囲になっちゃってる時はもうジェットでもう少しずつ、うわ跳ねた、やばい、全然取れない。いや、うわすごいことになってる。全然取れないぞ。はい、取れました。よし。やばいですね。根っこ、ぶっちぶち引きちぎれましたけど、まあ、なんとか、抜けました。OK。こんな感じで、抜いていきたいんだけど、ここにね、ぶっといのがいるんですよ。こいつらがね、マジで強敵。この辺も根っこ、くっついてる。この辺の根っこもね、多分こいつらなんですよ。こいつらマジでやばいっす。で強敵もいるんで、慎重にね、あまり根っこブチブチいっても嫌なんで、慎重に
崩しながら、ここにあるやつら全部一回砂から引っこ抜きます。大物取れました。大物やばいっす。根っこの張り方が他と全然違う。上もねこんな感じでギュンギュン伸びてます。いやすごいね、これそのまま送還として使えそうなくらい立派なボディしてます。ただ根っこの生え方がいまいちですね。OK、 こういう素材もあるよと。はい、ガンガン続きやっていきましょう。はい、終了しました。一旦全部鉢から引っこ抜きました。この辺に生えてたごっついやつらはまあ全部とりあえず抜けたんで、こうねお見せしようかなと思うんですけど、こんな感じでめちゃくちゃすごいことになってました。よいしょ。根っこもねもういろんなところに走りまくって、上もこんな感じで走りまくって、やっぱすごいですね。こういうトレーでさ、2年目走らせ続けるとやばいですね。根の張るスペースが大量にあるからもう走り放題。ということは太らせたいやつってトレーで育てた方がいいのかもしれないですね。鉢上げしないでトレーのまんま自由奔放に根っこを走らせて太らせるの方がマジでいいかもしれないですね。はい、鉢上げがいいのかどうか、鉢上げはもう少し後のタイミングの方がいいんじゃないか説ね。ただ根っこがこうやって暴れちゃうんで、そこはね後でボールを整理しなきゃならないという課題は残りますけど、なんかその辺のうまい解消法とか見つけたら面白そうですね。早く太らせて、盆栽の素材としてね早く作るためにはどうしたらいいのかっていうところで、トレーの活用法というのを考えてもいいのかもしれないです。これがね一番すごかった根っこ。すごい、これこの辺に生えてたやつですね。ドーンって鎮座してたやつやばかった。でこれもね上もやばいんですよ。よっとこんな感じでね、こんな感じになってるやつが下に下げていくと、おーらららららら、ほらわかります、ここまでね。これすごいことなってる、本当にマジで1メーターくらいあるのかな今。はい、そんな感じでこういうごっつい素材もねありつつ、これを今から鉢上げしていきましょうということで、ちょっとごっつい素材はね根っこさばくのに時間かかりそうなんで一旦置いといて、ごっつい系をね、ごっつい系は置いといて、まずはちっちゃい系から、優しいやつからね、ちょっとゴミはできるだけ取り除くんだけど、まあ取り除けないやつもあるよあるよと。で助けてあげよう。いや。でここにまずは赤玉の小粒入れまして、で織姫の人参の挿し木素材を入れる。
入れたら土、赤玉プラス切り柚なんですね、の土で入れて、でシャッフル、シャッフルして、はい、終了。こんな感じ、ね、で上は長かったら切りましょうか、多少ね、よ、上は長すぎるんでちょいと切っちゃいます。はい、これね、これで終了。こんな感じで、とりあえずここにあるやつら立ち上げガンガンやっていこうかなと思います。はい、細かいのは一旦全部入れ終わりました。あとはもうぶっとい系ですね。ぶっとい系はもう根っこをさばいて、どこまでさばいたらいいのか少し悩みますが、まあ、あんまりねさばきすぎないようにして、よし、で上も落として、まあ、ちっちゃい状態にしてから、あ、映ってなかったかな、カメラにミスったな。ちっちゃくしてから鉢に入れていきますっていう話をしたかっただけです、はい、次はしっかりカメラに映るように意識してやっていきましょう。はい、こんな感じでね、でっかいのもここまで小さくして鉢上げ、はい、次行こう。例えばこれだったら、まずは根っこみたいので軽く洗い、横に走ってる明らかに鉢に入らないであろう根っこをさばき、長すぎるやつはさばき、で根っこ落としすぎるとね、ちょっと調子悪くなっちゃうかもしれないんで、まあ、軽くさばいといて、根っこ、こんなもんでいいかな。はい、であとは上ですね。上もこんな長いことなってるんで、ある程度のところで落としちゃって、ちっちゃい状態を作る。で、こいつを鉢上げしていくんだけど、ゴロ土が入ってなかったんで、ゴロ土を入れて、ゴロ土って言っても赤玉の小粒ですね。赤玉の小粒入れ、で、先ほどの織姫もみじを詰め込む。で、そこに用土。で、軽く根を上下させながら根の隙間に入れ込む。OK。 はい、次行きましょう。で、こいつらもね、まあ似たような作業なんで、全部早送りで飛ばしちゃいたいなと思います。根っこはね、鉢に入るサイズまで押さえる。で、上は長すぎるんで、もうカットして、ちっちゃくして。で、そこで鉢上げ。これぐらいで、これぐらいでいきます。はい。じゃあそんな感じで他もやっていきましょう。
はい、終了。こんな感じで全ての織姫もみじ抜き切って刺し切りました。刺し切った、鉢上げし切りました。で、鉢上げしたやつがどうなったかっていうと、こちらダダーンと映りきらない、こんな感じね。はい、セルトレイ、セルトレイじゃないな、なんて言ったらいいんだろうな、このこいつがね、いっぱい入るトレイに入れてます。語彙力。はい、1,2,3,4,5,6,7×1,2,3,4,5,4,5,35,35鉢ですね。35鉢プラス、入りきらなかった、1,2 と3,4,39鉢、合計39鉢ですね。この辺入りきらなかったんで、ちょっと外に置いてます。いやー、ちょっとしんどかったな。予想以上に体力使った。時間もかかったし、鉢数もすごいことになってるね。もう一本一本ね、ここは細いやつらばっかりなんですけど、大したことないのにね、根っこはすごいことになってて、鉢上げちょっと大変でしたね。で、ちょっと水まだ撒いてないんで、みじん抜いてないんで、まあ、こんな感じでね、こう水撒いて、みじん抜いて、あとは放置して終わりって感じですね。で、明日というか今後に向けて、この下のトレイが綺麗になったんで、挿し木用に環境を整えて、で、また挿し木プラスでやっていこうかなと思っております。もちろん織姫もみじ挿していきます。はい、そんな感じで本日の作業は以上です。